どうもトラジローです。今回は以前フィギュアライズスタンダード仮面ライダーダブルファングトリガー作りましたんで、今回は弓の部分ですね、ここを作っていきます。ベースは厚さ 2mm のプラ板ですね。これを使って作っていきます。大まかに下書きしてざっくりと形を切り出してますね。で、2枚同じ形を作るので、瞬間接着剤で点付けで貼り合わせてます。で、ヤスリがけで形を整えてます。で、一旦剥がしますね。デザイン内職を差し込んで、こんな感じで2枚同じ形ができました。あとはひたすらヤスリがけして研いでいきますね。180番のヤスリでガシガシ削っていきます。真ん中の線をざっくり下書きして、それをめがけてやすっていきますね。ひたすら研いでってこんな感じですね。で、あとはゴッドハンドさんのエッジ出しヤスリでさらに面を出していきます。で、こんな感じでやすってますね。片面だけですけどこんな感じになります。反対の面もひたすらヤスリがけしてこんな感じになります。元の状態と比べるとこんな感じですね。いい感じにシャープになったかなと思います。で、手首のパーツですね、以前型取りしたのでまたクリア UV レジンで複製してます。で、接続用の切り込みを入れてますね。弓の方もこんな感じで段差をつけて、接着しろを増やしてますね。塗装後にこんな感じで接着するイメージですね。まずはブラックサーフェーサー吹いてますね。弓の部分の形状も確認しておきます。で、キャンディー塗装に今回もするので、まずはホワイトシルバーを吹いてますね。で、弓の青い部分は、クリアブルーを上から吹いてます。で、手首の部分は、クリアブルーとクリアを混ぜたクリアライトブルーで塗装してます。で、さらに、墨入れ塗料で墨入れしてますね。で、弓と手首のパーツくっつけた状態で、光沢でトップコートしてます。では、弓パーツが完成したのでつけてみますね。以前作ったファングトリガーですね。手首を外してこの腕のパーツも取り外しますね。で、そのまま弓がついたものに付け替えます。で、手首パーツは指差しに付け替えますね。取り付けた状態はこんな感じですね。ちょっと迫力出るように大きめに作ったんですけど、どうでしょう。インパクトある感じに仕上がったかなと思います。で、反対の腕ですね、弓を引くようなポーズになるように、ショルダーフセイバーを持たせる専用の手首パーツですね、これに付け替えます。はい、ちょっと手首の形が弓を引いたように見えるかなと思います。こんな感じですね。で、ちょっとこの腕だけじゃ物足りないので、この矢と弦の部分ですね、ここも作っていこうと思います。ベースとなるのはタミヤさんの透明ソフトプラ材、丸棒ですね、 2mm の太さのものですね。これを使って作っていきます。1本取り出してみるとこんな感じですね。ソフトな素材でこんな感じで曲げることができますね。塗装や接着も問題ないみたいですね。太さは細めのものが良かったんで 2mm しましたね。まあ、こんな感じで取り付けるイメージですね。太さ的にもちょうどいいかなと思います。で、3本切り出してますね。矢と弦用ですね。で、まずは矢の部分ですね。 0.4mm の透明なプラ板を使って、この矢の先端ですね、矢尻の部分をこんな感じでプラ板をつけて作ってます。
少しボリュームを持たせるためにクリア UV レジンを乗せてますね。あと矢の後ろ側ですね、ここにもプラ板を接着して、手首に差し込めるようにしてますね。でこんな感じでしっかり保持できるようにしてます。であとは弦の部分ですね、こんな感じで矢の根元に接着してますね。で取り付けるとこんな感じですね。あとは弓の先端と弦をつなぎますね。まずは弓の先端部分に、レジンがくっつかないようにシリコンバリアを塗ってます。で弓の先っちょと弦をクリア UV レジンを乗せてつないでますね。シリコンバリアを塗ってるのでこんな感じで取り外せるようになってますね。で接続部分がちょっともっこりして不自然なので、さらにレジンを乗せたりやすったりして形を整えてますね。で弦と矢の部分にもレジンを乗せてあえてボコボコにしてますね。ちょっとこの方が自然かなと思います。これで塗装に入っていきますね。グラデーションになるように、矢と弦の部分ですね、クリアブルーとクリアを混ぜたクリアライトブルーで塗ってます。で最後つや消しでトップコートしてますね。では完成したものを見ていきます。以前ダブルのファングトリガー本体は作ったので、今回左腕のこのアームファングですね、弓のパーツのみ作ってます。で 2mm のプラ板をひたすらやすってこんな感じで研いでますね。で手首の部分は、レジンで複製したものを使って作ってます。で弓のパーツと接着してますね。でちょっと大きめなサイズ感にして迫力ある感じに仕上げてますね。で弓を引くポーズ用に作ったので上半身あんまり動かないんですけど、ちょっとポージングしてみますね。アームファングを出して構えるようなポーズですね。で弓を引くポーズですね。この指差しの手首がいい感じに決まりますね。この後ろ姿も結構いい感じかなと思います。であとは今回矢と弦のパーツも作りましたね。透明なプラ棒をベースに、透明なプラ板で矢尻と、あとはクリア UV レジンを盛り付けてちょっとボコボコにしてますね。でうっすらクリアライトブルーで塗装してます。で、この弓のアームファングの先っちょですね、ここに差し込めるようになってるのでこんな感じで固定できますね。で、この弦の引っ張った部分ですね、この手首に差し込めるようにしたのでこんな感じで持たせることができます。で矢の先はこの指にうまく乗っけます。で整えて、はい、こんな感じですね。やはり矢があるとだいぶ雰囲気出るんじゃないかなと思います。はい、後ろから見てもこんな感じですね、まあ、ちょっと作りは荒いですけどだいぶ雰囲気出たかなと思います。で上半身あんまり動かないんですけど、またポージングですね。膝立ちでちょっと上に向かって矢を射るようなポーズですね。で空中に飛びながらの射撃ですね。はい、なんか天使みたいな感じですけど、これもかっこいいかなと思います。で上半身ひねれば正面に向かって打つようなポーズもギリできますね。こんなところで今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。トラジローでした。